レディーミクストコンクリートは製造法によるコンクリートの種類で工場で練り混ぜをしてから脱雪現場に運送するコンクリートである。JIS A5308 でレディーミクストコンクリートとして規定されている。生コンクリート、生コンと呼ばれる。レミコンは太平洋セメントの登録商標である。レミコンに対し現場で練り混ぜをする方法を現場練りや直送などと呼ぶ。 練り混マゼとは、セメント、骨材、水、混和材などを配合し混ぜる工程である。レミコンはこの工程を工場で行ってから、脱設現場に運送される。工場へは、骨材は、ダンプトラックなどで入荷する。材の採取所のそばに工場があることも多い。骨材は古いにより、種類ごとに種別され、容器に貯蔵される。材料を調合し、コンクリートを作る設備は、 バッチャープラントと呼ばれる。上から材料が投入され、下るに従い次のようにコンクリートが出来上がる。レミコンの運送には、途中で分離や凝結が起こらないよう、アジテータトラックで混ぜながら輸送する。ミキサーでも凝結を完全に防げるわけではなく、90分以内に現場に到着しなければならない。生コンクリートの試験等の様子。左はスランプおよびスランプフローの計測。 中央は空気量の計測。その下は生コンの温度測定。右はコカゴの強度試験に使われるサンプル。レミコンの品質は荷下ろし時点でチェックされる。j i s A5308 では強度、スランプ及びスランプフロー、空気量、温度、塩化物、含有量が規定されている。ありがとうございます。